どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回は、えー、アーティスト語りということで、一組のアーティストのことをちょっと喋ろうかなと思います。大月まきさんです。はい、えー。好きでしたね。デビュー曲が1999年に、えー、メモリーズという、えー、シングルでデビューしてます。これがワンピースの、えー、エンディングテーマになっていて、もうその頃から、えー、あ、いい歌だなと。特にまあ、これが一番好きなんですけど。 まあそこから、えっ、ー、と、サードシングルで、ランランランって、これは、ワンピースのオープニングテーマで使われて、これが結構ヒットしてますね。はい。福井県出身みたいですが、そこからですね、そんなに、僕も全然曲知らないんですよ。アルバムとか出したけど、あんまり。 分からず、まあ、旅に出たっていうのももちろんありますがで、まあ、調べた結果「ま、え、き、ー」って漢字なんですけどもカタカナ表記になったりとかしてますで途中3つぐらいユニットを組んだり、えー、解散してまた組んだりっていうのがあって現在も一応音楽家としての活動はされているようには書かれていますはい大月まきさんあのメモリーズがそのすごい好きで僕多分前の「虹色映像」なくなったアカウントでは カバーしてて、カバー集でもしかしたら、えっと、ちょっと切り抜きであるかもしれません。また、あの、フルコーラスでやりたいなとは思ってるんですけど、はい。それぐらい好きですね。とにかく、まあ、ランランランは普通にポップな感じのいい歌で、まあ、それなりに知られてるから、あれなんですけど、特にメモリーズが意外と、あ、聞いたことあるぐらいはね、うん、その、ワンピース見た人は。 だけど誰だったっけみたいな。タイトルなんだっけくらいになっちゃってると思うんで、えっ、ー、と、ぜひ、今一度聞いてもらえたらなと思って、えー、喋ってみました。はい。で、まあ、シンガーソングライターで、で、ランランランの時に、M ステに確か出てるんだよね。その時に、なんだ、えっ、ー、と、テナーサックスかな。テナーサックス持ってやってたような気はするんだよね。だから結構多彩というか、楽器結構できる方で。 えー、かっはい僕の印象ですということで大月巻き覚えておいてください <laughs> 知らない方は曲聴いてみてください以上でございますちょっと短いですけれども n i z の音声終わりたいと思います聴いてくれてありがとうございましたさよなら